オッケー、おはようございまーす。ぶり返した。なんと、ぶり返しました。うそーんって感じでしょう。もう、やなんだけど、熱は出てないんだけど、すっげー、まあ、多分薬切れてるだけかなと思うんだけどね。ありがとう。だから飲んでいいですか？今飲んでいいかな？タミフルは。ちょっとだるいんで。今飲んじゃうね。あったかよ。うるせえな。いや、昼とかね、夜とかはご飯食べてますよ、ちゃんと。ただ、朝ご飯最近食べれないんだよ、私。昔はね、寝起きとかでも、ね、牛丼なの、カツ丼なのね、食べれてたんだけど、最近どんどんね、朝ごはん食べる時間が遅くなってんじゃん。ね、9時過ぎとかだったり、10時とか12時になったりとかね。わざとシカトすんな。あのね、さきちむちゃん？わざとじゃないの。今気づいたの。何？さきちむちゃん。なんなの？いや、新年会にあなたを誘わなかったらあなたが体調悪かったからでしょ？何も悪くないじゃん。わざとさ誘わなかったわけじゃないでしょ。それは連絡したじゃん、私たち。いや、そっからね、連絡とかしてないけど、私たち。なんか文句あんのって感じ。電話するよ。電話すんのかい？しないのかい？どっちなの？わざと、ね、あなたのことを、ね、仕方してるわけじゃないの。私の脳みそにあなたがいなかっただけ。もう、朝から忙しいね。7分で、ちょうど7時7分、7の時間で、ね、ほら、7、7、7。めんどくさいなぁ。電話したいんだって、さきちむちゃんが、ほら。あ、ごめん、ブロックしてた、私、なんか。はい。どうしたの、さきちむちゃん。いつ空いてるのかなって。え？友達じゃないけど。じゃあ、他の配信者みたいに、なんか企画して、うん。したかったっていう感じ。あの、新年会行けなかったから？だって新年会もう終わっちゃったよ。だって、あの時は具合悪かったんでしょ、さきちむちゃん。はい。そう。だからもうあれは終わりやんよ、集まりは。だから、誘ってないだけよ、うん。だからリベンジしたいから、リベンジはもうないよ。だって新年会はあれで最後のかな。今年はね。ああ、そっか。うん。あ、会いたいってこと？あ、そう。ね。今ナナちゃんインフルじゃん。うん。だから、2月以降。でももう解除されるよ。あ、解除日曜からだから日月か水木か、もう今週末ぐらいには。あ、そっか。今週、なんかもう明日、明後日ぐらいは外出れんでな、私。なんかしたいなぁと思って、企画？あ、じゃあちょうどいいのがある。今週で、豆まきやるのよ、うん。節分があるから。うん。センター南にあるからおいでよ。いつだっけ？ 3 日だっけ？豆まきは3日だか何曜日だっけ？金曜日？うん。あ、行けます。ね、ヨギママも来るんじゃない？多分。おー。うん。楽しそう。いや、鬼役じゃないからね、さきちむちゃんは。私が鬼になるから、思う存分豆をぶつけてください、私に。豆をぶつけられる役だから。なんかコスプレとか していった方がいい？いや、別にいいよ。うん。あ、好きに。で、持ち物ないよね。持ち物はなんもない。あの、身軽でいいんですよ。わかった。うん。それでどう？あれ？うん。みんな参加型だからさ、それはね、リスナーさんも来たいとか、配信者も来たいとか。うん。うん。ありがとう。それでどうでしょうか。OK です。OK。じゃあ待ってるね。時間とかは後で告知するんで、今週中に。じゃあ見ておきます。はーい。はーい。お大事に。はーい。あ、あとね、LINE ね、私ブロックなぜか入れてたみたい。入れっぱなしにしてたみたい。4月からね。わかった。はーい。はーい。解除しましたんで。はーい。
いしょ。まあいいんじゃないの、これでいいんじゃないの。私も上手でしょ上手でしょ。まあメンシップにも入ってくれてるしね、さきちぶちゃんはね、お得様でございますよ。営業営業って感じでまあちょっと変わりもんだけど、ちょっと変わりもんすけど、そんなに悪い人ではないと思うんでね、私は。あ、じゅん、まあ今までいろいろあったけど、それもね、仲直りしたから。じゅんなちゃん、おちゃらく、センキュー。ね、大豆ミートを捨ててね、ぶち切れられて、こっちもぶち切れて、みたいな、住所さらして、みたいな、そういうのもあったけど、あ、セリナちゃん、おちゃらくありがとう、チャリンチャリン、いろいろあったけどね。まあそれは去年ね、あの、お互いね、話し合って和解してるんで、まあ、今年は今年って感じで。うん。私も奈々ちゃんに電話していいの？もうやめてよ、具合悪いっつってんのに、もう本当にもうまよちゃんお茶ばかりが、もうやだって、もう俺一人許すとみんなさ、私もってなっちゃってね。だから私、通知はオフにしてるんですよ。もうキリがないかな。ほんと100件ぐらい溜まっちゃうから、私の番号さ、流出してるから、藤沢だな、番号って調べてごらん。ネットで出てくるから。今やってあげよっか。ね、女なのに男なんじゃないのみたいなさ。そんな感じじゃないのって感じ。ねえ、ちょっと待って、タミフル聞いてきちゃった。また。やばいな、すごいな。タミフルまた聞いてきちゃったよ、これ。早いね、タミフル決まってくんのね。うん、結構早い。ファーンってくるな。配信でアイテムもらってる人どう思いますか？それは私に聞く？ねえ、今タミフル聞いちゃってんだけど、私に聞くの、それ。ねえ。私に聞いてんの？一番ね、ね、ツイキャスの中でもダントツにもらってる人に聞くんだ、それ。舐めてんの？本当に。私に聞くんじゃねえよ。もらってないやつに聞けよ。大変じゃん、僕。あんたおかしくない？私もらってる方だから。で、もらってる人どう思いますかって、もらってる人に聞いたってしゃあないじゃん。いや、配信で別にね、だってさ、もらっててもいいんじゃない？だってそれをね、なり合い？なりわいにしてる人が、仕事にしてる人が多いでしょ。ねえ、これ本業で、一本で、なりわいにしてる人ってさ、めちゃくちゃ多いじゃん。で、ちゃんと確定申告とかして、仕事としてね、会社立てたりとか、職業としてて、してるんだからいいと思うよ。ちゃんと税金払ってる人。小杉ちゃん、うん。私だって税金払ってるからね。ねえ。ねえ。聞いてる？みんな忘れちゃったかな？税金払ったよね、私ね。1500万。1500万払ったよね、去年ね。初見です。成り上がりすごいですね。でしょ？まだまだ成り上がるから。今はね、ここぐらいなの、まだ。ね、私、どん底を味わったんで、すんげえそこに行ったんだよ。20代ね、前半の時に、すんげえどん底を味わってて、やっとちょこっと上がったんだよ。もっと上に上がりたいって感じ。そうだよ。ニューヨークのビルをさ、買い占めるぐらいまで行きたいよね。うん。なんとかタワーとかあるじゃん。で、マリンタワーとか買い取りたいよね。マリンタワーとか。ちょっとダメ。タミフルがマジでね。タミフルが今効きすぎてる。なんだろうこれ。話聞いてる？本当に一番にも見てんのかよ！聞いてんの？お前ら。おかしくねえの？今1万2000人もいるのに。怪しいよね。この話いつまで続く？え？これ見たくないの？これ特別なやつ。いいよ、終わっても。もう終わる。さよなら。見たいっしょ。見たいんだったら見たいって言うんだよ。他に見るとこはないってさ。今日誰もやってないんだろ、相変わらずはさ。なんかここに集まってんだろ？おい。おい！見たいって言えよ。だったらよ。見たい、奈々ちゃん見たい、もんずり見たいって言えよ。待ってたよと。
分かったから早く見せろ。いや、私が買ったもんだし、見せなくてもいいじゃん、別に。なんで見せなきゃいけないの、やだ。ふざけんなよ。なんか、イライラしてきた。なんで見せなきゃいけないの、私自分で買ったやつだし、プレゼントじゃないもんな。自分で楽しむわ。うん。じゃないの、見せてくださいじゃないの。だってさ、人がさ、私だってまだ開けてないんだよ、これ。初めて開けるのに、開ける、自分もね、見てないのに、横から入ってきてね、それ何何って見せてって。なんだろ、それ。なれちゃん、何それ。見せてよ、ちょっとさ。それ何アディダス？ナイキ？私、シャネル持ってんだけど、シャネルとかさ、黒くて、黒いやつとかさ、こういうね、いっぱいさ、ポーチになってて、それポーチとか、40年前くらいかな、お相撲さんとこでもらったんだよね、みたいなさ、そんなこと言うかっつうんだよ。で、まるでね、あなたたちが嫌ってる愛子様のようよ、そういうさ、ずうずうしさ。じゃねえの？ね？私が自分のお金で買ったものなんでね、見せてくださいでしょ？私も開けてないの、一緒に見ましょうでしょ？ね？あ、お茶まかありがとう。見下してないよ。嫌じゃない、だってさ、自分で買ってきたものをさ、ねえ、何言ってんの、それ何って、私にくれんのって、余ってんでしょ、リスナーさんからいっぱいさ、いっぱいもらうんでしょって、誕生日の時にさ、どうせ捨てるんだから私とかにもらってもいいんじゃないかなって思ってきて、今日とかさ遊びに来ちゃったんだけど、お肉とかさ、この間もらったやつ冷凍しておいて持ってきたからさ、奈々ちゃん一緒に食べようかなと思っててみたいなさ、そんな感じ。ひどいもんですよ。私がね、ツイキャスで当てた、ね、サーロインの肉をあげたんだよ。それをまたね、家に持ってきて一緒に食べようって言ってお土産で持ってきたとか言うね。そのズーズーしさよ。あなたたちはそれぐらいのレベルのズーズーしさですよ、今。ねえ、ありえるか？ありえないだろ、そんなんさ。どう考えても。食べるときとかいいんじゃないこれ。あのさ、ステーキね。サーロインとか、奈良ちゃんさ、好きだと思って、このさ、エプロンみたいなの持ってきたんだけど、これさ、うちの地元の駅で、この間配っててね、配ってたんだけど、配ってたんだけど、配ってたやつ持ってきて、私ね、これいいかなと思って。でも、シャネルだと、すごいね、何種類かあって、昔とかさ、お相撲さんとかさ、こういうね、エプロンとか好きじゃん、みたいな。ただね、私気づいたの、この、寝るときにさ、これがダメなんだよ。これがあると、ちょっとね、具合悪くなるの。これわかる人いるかな？これ邪魔なんだよね。だから被っちゃうんだよ。ね、昨日も被ったの。でも被ったんだけど、こっち側にこう偏るのも気持ち悪いんだよ。なんかスースーこっからさ、こっちだけスースー来てみたいな。だからこうやって直すじゃん。ね、直すとまたこっち側が偏ってみたいなさ、こうやって顔にかかるし、みたいなさ。で、髪の毛もこうやって中に入れたりとかして、また髪の毛出てきて、みたいなね。で、こっちでスマホ見て、こっちでスマホ見て、こっちでやってみたいな。こうやってどんどんさ、こうなってさ、わかる、もう超イラつくみたいな。わかる？それで寝れないみたいなさ。ハサミで切るのこれ。いや、ハサミで切るんだったな、普通に風の梨を買った方がいいんじゃないの？もったいなくないんだって。すごいね。私の配信を見すぎだろ、それ。影響されすぎだろ。いや、昨日ね、フライパンの取っ手を私切りましたけど、そういう感覚でやっちゃダメよ、あなたたち普段から。ねえ、びっくりされるよ、旦那さんとかにさ、そうね、おてんば娘っつって。うん。いや、怖いんだよ。だって、リスナーさんとか私に影響されやすいんだよ。なんか、私って結構ね、少なからず影響力あって、喋り方とかも、私そっくりなリスナーさんとかいるんだよ。リアトツ来て、なんかね、すっごいおかま言葉の人とかいるんで、あら、やだー、まあ、そうなのーとか言ってさ、普通にこの喋り方なのよ。みたいな、私みたいなさ。
喋り方やだーとか言ってね、あれ超イラつくんでぶん殴りたくなんだよ、私を見てるみたいにさ、真似すんじゃねえよってさ、ぶん殴りたいんだよリスナーのことさ、もうガチで殴ろうかなと思ったことあんだよね。でもたまにさ喧嘩、友達とかさ、そういうさ人と喧嘩するともうマジでこいつ殺してみたいにさ思う時あるじゃん、衝動、人間だったらあるじゃん、ぶっ飛ばしたいとかさ、ボコボコにしたいとかさ、マジ殺してよみたいな思う時あるでしょ。いや必ずね一回ぐらいはあると思うよ、こいつムカつくってマジ憎いわってさ。いや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 、嘘つきだよねみんなね、綺麗ぶっちゃってん、シクラメンの花かしらみんな、本当にね、そのねシクラメンの花の下の水は濁ってるから、ずっと濁ってるものずっと吸ってんだよ、いつか枯れるぜ。あー、私の猫子猫くん、じーみたいな、おいでここに、子猫くんおいでここに、ほら下げちゃうよこれ、おいでここに、ほらじー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 っとね、じーっとじーっと、うん、でも可愛いんだよ、こうやってマスクしながらさ、ボソボソボソって食べて。一回ね、マスクがここぐらいまで上がっちゃったんだよ。それ、やっべーみたいなさ、なんかポルポンみたいになってて。やっべー、マジやっべーみたいなさ、こんな上がっちゃってさ、マスクね。一応マスクね、顔出し、一応隠してる配信者なんだけど、こうやって食べようと思ったらここぐらいまでさ、なんか鼻マスクみたいになって、やっべーみたいなさ。そう。でもね、可愛いのよ。結構ね、ドンピシャなの、私。配信者の中で今、ドンピシャタイプっつったら、猫子猫くんか、あと、ふわっちのね、りょうたんって人。この二人が、私の中で、マイベストチュー。山ちゃんは飽きた。ひどんなちゃんにあげたかな。ひどんなちゃんとさ、山ちゃんチューしたらしいよ。すごくね、私とチューしないのにね。山ちゃんは、ひーちゃんとチューしたらしいよ。でも、あそこはあそこでね、私は応援したいの。だってもう、山ちゃんにも気がないし、私はね。お友達って感じだから。ね、もうそれを乗り越えて男友達になっちゃったから。なんだろうね、やっぱね、母性があるんだよね。私、こないだほら、一瞬旅行してて、じーっとさ、観察してたの。なかなかあんなにさ、一緒にいることないじゃん。この人はなんで魅力的なんだろうってさ、こう観察してたの。ちょっと、今までの関係性とか置いといてね。ひどんなちゃんをじーっと観察してたの。やっぱなんかね、母性が出てんね、すごいね。こう包み、なんつうの、包み上げる、あのね、いや、優しくない、あの人は。そこは言わせてもらうよ。うん。あの人はね、優しくない。包容力ある。包容力あるよ。優しくはねえからな。あのね、大体ね、優しく見える人は優しくないから。本当に優しい人は強い人だからね。な？弱い人は優しい人じゃないんだよ。で、私みたいにも優しいって言われるけど、ただ弱いだけなの、私って。私もよく言われるんで、優しい、奈々ちゃん優しいとか言われるけど、ただ弱いだけなの。うん。弱い人は優しいとね、思われがちだけど、ただ弱いだけなの。ね、ひどんなちゃんも弱さがあんなね、どやさってやってるけど、足じーっとね見てて、あ、この人弱いんだなと。弱いからこそ、そうね、カメラ回ってる時は一生懸命やってね。こう努力をしてる人なんだなってこう分析をしてたんずっとね、真面目なんだな、弱いんだなっていうところさ、うん、強いっていうのは藤見先生みたいのだよ。ね、昨日いい加減にしようよ藤見先生、本当に私聞いちゃったからね、また戦争始まるか、これちょっとジョークだけどね、ジョークだけど聞いて、ジョークじゃないんだけど、昨日私寝てたらね電話かかってきたの、藤見先生からね、なんだろうなと思って、折り返しね、電話をしようかなと思ってたら、配信をやってたのよ。その電話する前に配信をチラッと見たの。そしたら、この企画のね、
いろんなルートが分かれてんだけど、今ね、いろんなとこから回ってんだけど、ふじみちゃんルートから私に回ってくる電話だったのよ。やってくれませんかっていうさ。それで、チラッと私がね、若返った時に、奈良さん電話かかってこないのよね、みたいな話してて、あのおかま、みたいな言い方したんだよ。とか思って。この野郎って私一瞬思ってね。それでその後に電話して、藤見ちゃんってね。あのおかまって何かしらみたいな感じで言ったら、イエーイみたいに言ってたけど。まあ自分も言うけどね、自分も言うけど、この間藤見ちゃんが怒った理由ってそこだよね。私気づいちゃったの。去年さ、それで喧嘩になったじゃん。藤見ちゃんは私の枠を見てて、ね、私が文句とか言ってるね、そういうパフォーマンスを聞いて怒ったじゃん。だそれと同じ状況だったんだよね。そうでしょ、同じ状況。あ、こういうことかって私思ったんだよ。うん。3年目の浮気なんかしょうがないよ。そんなこと言われても、あなたたちほっとかないみたいなさ。なんかこんな歌なかったっけ飲みすぎたのは、あなたのせいよ。辛い男の愛しさを。抱きしめて。抱きしめて。恋し。じまってる。水割り、息釣り、古い傷。男と。女の逆になっちゃったね。男と。女の。ラブ、ゲーム。みたいなの。いやね、スナックで働いてたからね、こういう歌よく 歌ってたんだよな。あなたたちは一瞬見るだけだけど、準備するものもね、準備してるんで今日。30分経ってきたら出なしてこいよ。おい。おい。ほら。あちゃがちゃうるせえんだよ。ほら。おい。ほら。おい。ほら。なんだよ。本があんの？おい。おい！うるせえんだよ、ガチャガチャ朝から。なんか文句あんの？つってんの。ないよね。ないよね。あんのまだ。え？あんのかないのかつってんだよ。どっちなんだよ。見たいのか見たくねえのか。はっきりしろよ。ノリでこう。ノリでこう。スタート！さあ、カロリーメイトを開けていきます。さあ、あと40秒しかないです。この後、チャレンジがスタートしますんでね。こちらのカロリーメイトチャレンジ、こちら水分をなしで、1本45秒で食べきります。こちらのチャレンジをしていきたいと思います。さあ、あと20秒。ノンストップでいきますよ。まだまだあるんで、まだまだね。この後にまだまだあるんで。ちょっとお待ちくて緊張してきた。あの20秒。いくよ。ちょっと水分だけ取っていい先に。ないよ。水ないよ。大丈夫だよ。ずるんじゃないから。12、11、10、9、8。ちょっと待って。ちょっと待って。緊張する。ちょっと待って。画面大きくして字が見えないんで字がね。今後練習しよっか。いきますよ。スタート！いって。
成功でございまーす。ごちそうさまでーす。45秒チャレンジ成功でございまーす。ありがとうございまーす。あー食べれたー。これね、かなりきついね、ほんとに。あーやっべ、死ぬかと思った。いや、これ本当にね、難しいんで、マジで。みんなできないと思う。45秒以内に味ぴったり食べたからね。じゃ行きましょう。カロリーメイト、45秒チャレンジ、リベンジタイム、スタートです。もう一歩行きますよ。行くよ。45秒チャレンジ、もう one more チャレンジ、try again! Thank you! バーン。あ、オッケー。何秒だった？3秒だから42秒。42秒かな。うん。更新したね。もうこれはいいだろう。これは素晴らしいよね。アンコール。いや、これ以上ね、記録更新難しいと思うよ、3回目。ただ、コツ分かった。これからやる人、コツ分かる。で、次のバトンは誰にしますかね？ん？次のバトン。今、配信誰かやってる人いないかな？あ、コマイくんいいじゃん、コマイくん。最近おサボり気味だから。ちょっとね、コマイパイセンどう？次の。はーい。で、次のバトンはコマイくん。ポキュン、ポキュンカロリーメイトということで。で、パチンコ打ってて、ポキューンってね、熱い4割の音が鳴ったら、カロリーメイト発動ということで。そう。まあ、そんな感じで、私はね、この後メンテナンス入んで、5分前にちょっと切んなきゃ録画残んないんで、ちょっと5分前に、55分になったらちょっと切らしていただきます。おつじょりでーす。